皆さんこんにちは、のろかよです。はい、まずこちらはももちゃんです。ももかちゃんって言います。大好きな家族です。はい、ということで、最初はももちゃんといつも私はお出かけしたりとかするんですけど、その時にももちゃんがいつも着ているお洋服をちょっとだけ紹介したいと思います。どうですか？まあかわいい。これももちゃんのいちごの帽子です。かわいいでしょ。こういうのもあります。ミニーちゃん。あとは、ももちゃんのよりすぐりの、お洋服たちを並べてみました。それでは早速作っていきたいと思います。私が初めて覚えたお料理と一番得意としている料理の、卵焼きを作りたいと思います。今日は卵を3個使いたいと思います。もう卵がなかなかうまく、砂糖を大さじ3杯ぐらいですね。卵1個に対して、お砂糖1個と、あとお醤油をほんのちょっと。はい、混ぜてます。それでは、焼きたいと思います。何回かに分けて焼いていきます。最初は肝心ですかね。あ、いいですね、この黄色い感じ。ただ作ってるだけだけど大丈夫なんだろうか。はい、それでは試食タイム。そうですね、ちょっと切れてる感じ。あー、湯気が出てるんですけど見えますか？とっても美味しそう。こんな感じです。いただきます。すごい、結構うまくできてる。だて巻きみたいな感じでふわふわにできててよかったです。甘さもそんなに甘くなくて完璧だな、これはね。ももちゃんがじっと見つめています。はい、次は、自分の私の部屋をちょっとだけ紹介したいと思います。私の思い出の写真たちです。そうですね、プリクラ貼ってあったりとか、お友達と撮った写真貼ってあったりとか、そうですね、高校生の時に撮った写真ですね。これは高校の卒業式の時の写真で、あとは私はハロウィンがとっても好きなんですけど、まあ、ハロウィンの時に撮ったお友達と撮った写真とか、メモリアルな写真がたくさんあります。ちょっとアパレルの雰囲気を出したくて、お店屋さんの雰囲気を出したくて、こういうネックレスとかをこういう感じで飾って、で使っています。ちょっと素敵です。素敵だと思いませんか？いかがでしたでしょうか？以上で私のプライベート映像を終わります。